出てみる。秋はやっぱり季節じゃなに。熊本の阿蘇山です。お尻熱い。皆さんこんにちは。こんにちは。です。あきらです。あさぎです。ぎんです。今日は、はい、今日は熊本にやってきました。熊本駅に来てますね。今日は列車の旅に出ます。はい。今日はですね、JR 九州さんのご招待で SL 人吉に乗せていただくことになりました。ぎんくん SL 知ってるかな？シュシュポポシュシュポポ。あれやろ、なんか機関車みたいな。そう、機関車。ちょっと前に、なんと無限列車になってたっていう。そうそうそう。あれにね、乗れることになったので、ここ熊本駅から鳥栖駅まで列車の旅をします。じゃあ列車の旅へ、レッツゴー。はい、これです。熊本はこちらです。そう、今ね、都道府県のあれがあるんだよね。ザクザクビスケットバイチョコレート。こんなの飲んだらご飯駅弁入らんくない？うまそうやな。でもね、アメリカモスでずっと食べてみたくて。熊本の阿蘇山です。そう、これ都道府県のね、47種類の中の熊本の1種類です。どう？おー、うん、ね、ココアみたいな感じじゃない？ね、アイスココアみたいな。そう、美味しい。めっちゃよかったやん。さっきね、ママがね、吉野ヶ里のことを吉野ヶ里って呼んでて、吉野ヶ里って吉野ヶ里じゃないって言ったら、なんでガリって言ってあのね、ドヤ顔で訂正してきたんですけど、正しくは吉野ヶ里ですね、吉野ヶ里多分ね、3ヶ月分ぐらい笑った。わー、ありがとうございます。え、すごっ。見せたの、すごい。はい、どうぞ。素敵。もうそろそろ来るぞ。かっこいいの来るよ。かっこいいの。ゲレッチゆっくり、ゆっくりなの。ゆっくり来るよ。乗るよ、今から。あれ乗るよ、かっこいいね。ね、大丈夫だよ。そんな激走しない。なんかジェットコースターかなんかと思ってるの。あ、そうだな。列車は10時50分発、座席の JR 九州でまもなく発車いたします。お、特等席やん。ご注意ください。熊本の出発方式は熊本に行くぞ。じゃあそこ閉めないよ。早いね。でも美味しくて。
これ。すごいね。すごい。いつもこんなところ見るもんね。ちょっと意外と大きいなんだけど。いいね、その場所。ここに住みたい。出た。そこに住みたい。よし、探検するぞ。はい、じゃあここは1号車だから2号車行ってみようか。2号車、1号車、すごいね。1270円。これお弁当が買えるんだね。最低こっちが3号車。3号車に来ました。ここも座れるじゃん。え、すごっ、うん、いいね。なんかお部屋みたいだね。見れるね、前の。前はまた違うね、なんかね。いい、ほら煙出てるよ。ほら見えるかな。なんでセールさんよく行ってたのにママが嘘ついたの。なんて早い。何何早いよ、これ。早いよ。はい、気合いっぱりちゃっちゃらりん。乗車証。なになになに、スタンプ押せるって。え、押していいの。うん、おー、めっちゃ綺麗だ。お弁当もこれだけ。はい、お弁当。美味しそう。せーら、せーら、ミノセルサイダー。イエーイ、いいね、美味しそう。レモネード、レモネード的な。おお、揺れる揺れる揺れる。次すぎやない？いい匂い。どう？美味しい？熊本の大きいバンペイユって知らない？黄色い。甘くもなく苦くもなくさっぱりとして。うまいよ。はい。まだ煮物しか食べてない。あ、本当？ね、これオムライスだった。うん、オムライスだよ。おいしい。メンチ？メンチ？カツとメンチとか見た感じ、こっちがメンチカツで、こっちがカツ。だよね。ここはリハビリの色。ミスリのリハビリ。こっちは辛子が効いてる。後ろ行きたい人、うん、分厚いけど、やばい、やばくて贅沢ですね。贅沢な親父でございます。栗アイス、栗で、あ、栗リアイス、はい、何栗リー。あんこも入って、うん、めっちゃ滑らか、アイスが美味しい。美味しい。美味しい。一生地域っていうすごく縁起がいい駅だそうです。
着いたね。コスに着いたよ。コスに着いたよ。うわ、すごいね。すげえ。すげえ。すごい。めっちゃ風すごいから涼しい。どんぐらい？もういけるいける。すごいじゃん、銀。どうやり捕まった。銀が悪い。やあ、やあ、なんかいるぞ、障害物が、障害物が、障害物が。時々襲ってくるから気をつけて。え、すごいね、これどこまで行くの？やばい、ポカモンスターが狙ってる。ポカモンスターが狙ってるぞ。狙ってるぞ。すごいね、これ。猫が叫んでいい？いいよ。あー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 ね。高いね。え、すごーい。めっちゃ銀行ママと行こう。やるの？イエーイ。どう？あ、足が揺れてる。でかい遊具。でかい。いいね。僕んで交代。はい、どうぞどうぞ。イエーあーちゃん。バッタ、うん、死んだふりして逃がしてあげて銀が探してる。うわー、綺麗。めっちゃいいところ。いいね、いいな。また来よ、今度。あ、来た、これやばい、今のねえ。濡れる？嘘。そうだよ。走ってった。元気。
帰ってきました。いっぱい持ってますとカンちゃんも帰ってきました。大きい袋が2つ。何を買ったの？数えたらね、うん、4個とこの袋だけだったの。え、そうなの？でかいもの買ったの？そう、でっかいのを4個買った。